ブさん、ザッキーさん、サナさん、ハマチャさん、瀬戸行太郎さん、タツさん、アプデツくん、レツ、ペンペンさん、ゼロさん、モリモリさん、ヨシキさん、ハヤちゃん、村子さん、サタンさん、ハヤちゃん、ハナちゃん、ユージンさん、アプデツくん、ジュンちゃん、マックン、あ、今井さん、クマちゃんありがとう。クマ、クマありがとう。レオンさん、ノンスタイルさん、ケンケンさん、サマールさん、こんばんは。なんかテカってる顔が、ハイライトかな、まあいいか、よいしょ。こんばんは。なんか髪の毛が三つ編み下手くそって感じ、ボサってなっちゃった、まあいいか、ボヤって感じ、ボヤンボヤン、髪の毛ボヤンボヤンって感じ。今日眠そう。嘘だ、今日眠くないよ、そんなに。今日は眠くないよ、元気だよって感じだよ。こんちゃこんちゃ、三つ編み、本当に三つ編みです。久しぶりの三つ編み、あみこちゃん、やっほーやっほー。白ニット、そうだね、白ニットだね。優勝、やった、優勝した。あったかそうな服でしょ、ニヤニヤ表情ね、ニヤニヤ。今日もむくんでる顔が、なんで、いつみなちゃんかわいい、本当に嬉しい。そう言っていただけて、イルミドリミネーションシメント目に来て、ひなもね、一人で見るの恥ずかしかった。あ、のんさん、くまちゃんありがとう。くまくま、結び目までかい、結び目。見て、パヤパヤしてる。この髪型したのが朝の7時ぐらいだからね、もう髪の毛も疲れてる。ひゃ、ピッピ、どうした。今日暑くない、今日本当に、今日からマフラーしたから気温がよくわからん。開始10秒でにやけた。にや、はなちゃん、くまちゃん、ありがとう。くま、早起き、そう、早起きはいい、最近そんな感じ。ちょっと三つ編みなんかやめたいな、三つ編みアップとかにしようかな。ボッサーなのに気づいちゃったんだよな、三つ編み。マフラー熱くはなかったけど、あったかいなって感じ。首元が暖かいとこうも気温が変わるのかって感じだったね。アイシー、久々見えて嬉しい。うん、久しぶり。そのままでいてよ。なんだっけ、これ、ん、これ以上はないよ、セイバーにして、鉄じゃん。ボスじゃない、本当にボスに見えんかったんならいいけど。ごめん、ちょっと見ない、今宿題中でママと一緒にやってたんやで、クマちゃん見忘れたんやんだっけ、これ言ったかわかんないけど、言った、言った、うん、OK、 瀬戸ちゃん来たら言うね。でも瀬戸ちゃんさっき来てたよ。うん、今度いなちゃんに連れに行く、待ってるね。妹、妹宿題してるんだって、偉いね、いな宿題なんかしたくないよ。ね、そう思わん、そう、くまさん
そう、前髪が巻いてない感じか。そう、えらいね。そう、えらいね。平野由紀さん、かばちゃんありがとう。くまっ、まあ僕生まれてこん宿題あってよ、頑張ってよ。うん、ワイカフェ今日まで。そう、ワイカフェは今日までです。そうなんです、メール止められないか心配なんですけど、止められるかもしれない。もうやお腹減ったね。お腹減ったね。はじめまして。あら、見に来てくれてありがとう。バシャバシャ。やった、好きすぎて、好きすぎて、好きすぎて。やちゃん、こんばんは。ご無沙汰です。ご無沙汰。もう社会人なので。でも社会人になっても、その大変じゃないですか、いろいろとお仕事が。そう、今日めちゃめちゃ怒られて泣いてる。泣いないで、ひなちゃんはいつでも味方だから。泣いないでね。ひなちゃん、こんばんは。こんばんは。ワンワンワン。ひな可愛い。久しぶりに見れました。こんばんにゃ、こんばんにゃ。ひなすすきの、あ、おひさだ、おひさ、おひさ。忙しいんだよね、みんな多分。ちょっとやっぱちょっと三つ編みのボッサ加減が気になるんだけど、ひなだけ、ひなだけ、これポニーテールしちゃダメ。これポニーテールの日はテストがあるんだよね。このね、三つ編み取ったらね、絶対ね、髪の毛巻いてるようになるよ。見たい、みんな、みんなに見せてあげるよ。みんなに特別に今日は三つ編みの目を取ったくるくるの髪を見せてあげます。くるん、わあ、そこまでくるくるじゃない。あ、でもくるくるだ。で、くるくるピンがはささささささってる。ピンがささささささってるよ。みんな、どこにある、これ。ピンわかんないよ。あ、取れた。ピンがささささささってる。ほら見て、もわもわそれだけ、本当にそれだけだよ。長く出しすぎたよ。大人っぽい、本当に。あら、まあ大人だからねって言って、大人じゃないけど、そこまで大人感出ちゃいますね。ひなちゃんのよき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 、ひなちゃんの大人感よきよき。そう、こんな感じ。今日光がなんか気に食わんないけど、なんでなんだろう。なんかこれも照明さんもちょっと上にあった気がするんだけど、気のせい。なんでこうなってるんだろう。近い、私が、私が近いよ。あ、これ眩しいね。こんぐらいだよね。あー、近いね。ドキドキ、僕はドキドキドキ、聞こえの予感。大学生でもいける。やった、 JD です。ん、
隣に友達がめっちゃ可愛いって言ってる。本当に友達友達友達に全力アピールしてみた。友達やい、何も友達欲しいな。逆壁ドン、逆壁ドン何ポロンって何友達、友達になりました。あら、オレオルやん。あら友達増えた。おひさ、おひさ、最近はツインテールからのポニーテール。確かに大人っぽく見えるよね、ポニーテールにしたらね。好きな、そう、イルミネーション一緒に見に行こう、行こう。一人で見た、今日寂しかった、から半分までしか見んかった。半分見て帰ったけど、今日友達彼女欲しいって言ってたそれは自分次第だよ。うーん、今日あったかい、今日あったかいの。みんなマフラーしちゃうからさ、マフラーが暑いのかさ、外が暑いのか分かんなかったわ。一人で見たの、そう、一人で見たの。今日平和大通りのね、あるんだよ、大きい大きいイルミネーションがいっぱいあるとこがあってね、そこに行ったんだ今日は。あと今日爆買いしたんだよね、ちょっとなんか今日いっぱい買っちゃったいっぱい買っちゃった今日。なんでいっぱい買っちゃうんだろう。1個しか買わない予定だったのに、いつの間にかね、1,2,3,4,5,6個も買ってた。やばくない？いつの間にか6個買ってるの、怖っ。恐怖恐怖。うーん、何買ったでしょう。まず一つ目はこちら、リップマキアージュ、ラフェリーハー、白石のマイヤーさんが出てるマキアージュのリップです。まあ人がそう、イルミネーションなんか撮ってないわ。一人でいたいんやからな、誰にも撮ってもらえんからな。うん、そう、これがナチュラルで可愛いと思って買ったの。翔太さん、かまちゃんありがとう。かま可愛いよね、ナチュラル。そう、女の子やろそう、借金、嘘だ、逮捕。潤いがすごい、確かに潤いがすごい。っていうか今日顔、顔面のさ、あのなんかさ、あのなんか絶対女子あるあるだと思うんだけどさ、なんかさ、テスターをいろいろ試しとったら、なんかいつの間にかなんか顔がテカテカになってるんだよね、キラキラになってる顔は。ほら見て、顔がテカテカなの今日だから、テスターしまくった顔みたいになっちゃった。デーピロ、吉田あかりさん、あ、吉田あかりさんのおすすめのリップはね、買いませんでした。私は本屋には行ってないのでね。あれ本屋に売ってあるのかな、多分。そう、今日ドラッグストアとそごうに行ってきた急に活発になっちゃった今日、大変。デーピロそう、本屋だよ。あ、やっぱ本屋なんですか。そう、吉田あかりさんのリップ買ってないだから、買おうかなって思ったけど買ってないんですよね。そう、本屋は行かなかったな。あれでもそうって本屋あった気がするな、ちょっと、まあもともと今日1個しか買う予定じゃなかったんでねそう、いつの間にか帰り道にドラッグストア寄ったらなんか6個ぐらい買ってた、びっくりする。やだ、お金がどんどんなくなっちゃう
コレートもそうなの。チョコレート、あ、チョコレート、チョコレート色。買い物よく行く。買い物全然行かないの。たまに行って、たまにめっちゃ買うの。袖汚れてます？汚れてないよ。ひどい、嘘ついたな。久しぶりにショールーム見に来た、ありがとう。うさ耳、みみみみみみ、うさみん、うさ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 みん。ココア、ココアかもしれん。ココア、うん、白ニット、そう白ニットかと思ったら、ココア、この下も白からココアって感じ。うん、おいしい色、そうおいしい色してるの見る？ほらおいしい色。ここはチョコ、うーん、お年玉やった、お年玉楽しみ、お年玉お年玉もらえるの楽しみだなあ。さつげワンと行く、了解、待ってるね。了解了解。そう、トロちゃんのカラオケ配信覗いてくる。トロちゃん、ひなさ、あのさ、 STU がさ今さイベントやってるじゃん。それでいろんなメンバーね、ひな結構いろんなメンバー普段から見てるんだけどね。そう、別にあの浮気調査とかじゃなく、普段から本当にショールーム見てるんだけどねそう、そこでね、そう今みんな頑張ってるから、結構やってるからね、星を投げてたもんね、メンバーにね、いっぱいね、たまにコメントしてたのね。そう、そしたらさ星が投げれなくなっちゃってね。ドキじゃないよみんな、ほらみんなすぐどっかで見てコメントしてるの知ってるんだからな別に浮気調査じゃないけど、いいんだけど、ショールームは別にいいけど見て。うーん、皆さんこんばんは。七並べおしめにさせてもらってます。あらまあ、ありがとうございます。頑張りましょう会いましょう。そうそう、いろんなメンバーさんいてるんでてけど、今は結構 STU のメンバーをね、こう星をねいっぱい投げてるの、ひなわーって。そうで、ももちゃんがね、そうももちゃんがね一生懸命ね頑張ってるのを見てね、昨日ねちょっとひなは感動してね、だるまを投げたのそうだるま投げた。やっぱ一生懸命頑張ってると人って応援したくなるんだなっていうのを改めて思った。岩田ひなでやった。うーん、カキやっちゃったよ。そうそう、じゃあこんばんは、こんばんは。そう、俺はひなちゃん応援してる、ありがとう。ひなちゃんしか見えません。それの、そんなお目目が一番いいと思います。そのお目目がおた時代の心の先。そうやっぱ頑張ってると応援したくなるなって思っちゃう。そう、七並べ当たんなかったけど、ももちゃん、ももちゃん七並べ配信してたから一生懸命やったんだけど、ちょっと当たんなかったからちょっと諦めちゃった当たんなかったんだけど、七並べは。そう、それでも頑張ってるから応援しようと思ってね、だるま泣けたありがとう、さくまちゃん、ありがとう、くま。そう、普段星しか投げないのにメンバーの誕生日の時にちょっとクラッカー投げるぐらいなのに初めまして、あら見に来てくれてありがとう、わっしゃいわっしゃい。
主人はだるまじゃん。だるま、でもトロちゃんとかもねすごいずっとやってるからすごいなと思って。そうひなは今日はねちょっとねあれやったからね、番組の収録だったからね、そう全然見れてなくて、星さん全然投げてないから、この配信終わったら見に行く、みんなのとこそう絶対見に行って星わーって投げてくるんだけどそうそうなんだけど、今日そういっぱいやってて偉いなと。スチューデンツじゃない、スチューデンツじゃない、あれスチューデンツ、あれスチューデンあれスチューデンツだ何か分かんなくなっちゃって今、そうスチューデンツ、スチューデンツ、あっクマちゃん言った今、タッキーさんクマちゃんありがとう、言ってた言った、やった、かわいい、あらまカラオケ配信いっぱい、カラオケ配信いっぱいやってるな今日みんな。聞きたかったな。AKB さんの歌をいっぱい歌うから大好き。みんなのカラオケ配信聞きたかったな。しょ、スチューデンツ。スチューデンツは大阪も映るけど、大阪は以外は瀬戸内しか映んないんだよね確か。あ、てんちゃん、くまちゃんありがとう、くま。聞きたかったそれの、見たいな。スチューデンツね、関東の皆さんにお届けできる番組がないところがちょっとあれですね。いつかは見れるようになれるように頑張ります。見れるようになれるように、見れるようになれるように頑張ります。ひろてれさんなんでね、うーん、北も、北もそうだね、ないね、映れるようになれるように頑張ります。セットビンゴ2、そうだよね、ひなもセットビンゴ2やりたいなって思って、うん、あ、イモステレビがやってるのか、イモステレビはやってるけどですね、うーん、そっか、某サイトで見てる正直者。こんばんは、久しぶりに来てありがとう、見に来てくれて嬉しい。もう顔がテカってる、もうこれ絶対もう今日あのひながハイライトを買おうと思っていろいろつけちゃったからだ顔面キラキラマンだ今日、許してくれ。瀬戸ビンゴ求む、それな、いつかできるかな。セカンドの衣装、え、なんでセカンドの衣装知ってるの、流出してるのちょっと待って、今日発表されてた、もしかして、あれ本当に、ちょっとごめんねひな、今日 SNS というものを全く一切持って見てないからね、ちょっと何が何だかちょっとよく分かってないんだけど、公式ツイ、公式ツイ、ふーちゃんのツイート、あ、もう載せていいんだ、え、あれもうショットとか載せていいの、ひな発売されてからじゃないとダメだとずっと思ってたんだけど、そうなの、流出流出じゃないの、そうなの、あらまあ、公式発表があった、あったんだ、載せていいんだ、じゃあそうなんだ、載せたかった、じゃあ今日、心配流出ですね流出かと思った、割と撮ってる人いたから、流出しちゃったかと思った、うん、出遅れたって言われた悔しいそう、悔しいのひな、そういうの分かってんじゃん、くっ
そ、 SNS で遅れるの悔しいわ、くそうん、その辺聞いてない、聞いてない、オフショット期待、待っててオフショットのことみんな、そう待ってる、そう待ってて、負けた、そう負けた、みんなに負けちゃった、いい写真を頑張って見つけよう、オフショットね、割とでも撮ったんですよ、そう高画質なのもいっぱい撮ったから載せようって思って写真をまだ選んでないです、そうなんです、うーん、寒くなかった、もうね大変暑かったそうニャンニャンしてた、そうニャンニャンするのダンスがね、猫の細道があるところで撮った、聖地巡礼しなきゃねみんな、暗闇の MV みたいに聖地巡礼してねみんな、あばいた、どんな曲か楽しみ、お楽しみに、あショールームとかでさ普通に歌っちゃいそうになるんだよね、あるある、これ暗闇投票した、ありがとう、あれだよねリクアワだよね、うーん、いいっすね、やってくださいね皆さん、頼んだ、痩せてない今日は太ってる歌っちゃダメなの歌ったら、そう衣装がねなんか爽やかな色合いだよね、爽やかな色合い、そう、前髪、そう前髪ね最近ね綺麗にいけてないから伸びてるの、早く切りたい、ここ切り、ここも切りたいって思ってる、こんばんは、うん、こんばんは、夢力、夢力はあれだよね MV とかないからさあれだよね、あのお勉強待ったよ、うん、お疲れ、みんなありがとう、うん、店長クマありがとう、クマ、何て言う、何て言うとしたん、夢力、そう夢力、でもあれだよね AKB ショーで流れるよねって話をしたかった、そう AKB ショーで夢力が流れるんだよ、夢力出すんだよみんな、ちゃんとねテレビを見ながらでもちゃんとねこれをねやりながら見るんだよみんな、ニコニコ笑顔でこれをやりながら見るんだよみんなやっぱ秘書になったか、オッケーすぐメール秘書になっちゃう、どうしよう最近どうしよう最近最近メール秘書になっちゃう、やっちまってるやっちまってるぜ、イエーイ、夢力だそうで、これやりながら見ないと、全力で踊りを見る、えらい、そう全力箱ダンスしながらやってください、ぜひ夢力を出しながらね、その友達と一緒にいてもいいし一人で見てもいいし、できへん、できるよ夢力の箱ダンス、簡単、右手を置こう左手をこう、せーの、はい、せーの、はい、そう、これだよ、袖は汚れてないんだけど、なんで汚れてるって言われるのみんなに、違うよ、色だよ、そういう、 うん、うん、うん、声初めて聞いたけど、そう、神曲だから、イメージから、うん、コーヒー
ヨーロッパじゃない、2色アイス、あ、ちょっとわかる、バニラとチョコ味そう、うんうんうん、こんばんは、こんばんは、明日前髪切りに行こう、絶対に行ってやる、絶対に明日前髪切りに行ってやる。そう、本当はね MV 撮影前にねここまで切りたかったんだけどね、その前の日がね休業日だったの、びっくりしちゃって、え、休業日みたいなもうやだーってなって切りに行かんかったんよ結局。そう、悔しい、なんでな、なんで休業日なんてなってた。休業日じゃないよ休業日やって、うん、びっくりだった。白人と髪切る、うん、前髪切りたかったそう、休業日に聞こえた、給料日やったらなおさらもう綺麗に切ってもらうわ違う違います、休業日です。あ、カメラさん、クマちゃんありがとう、クマクマパッツンにする、そうパッツン薄くしたい、前髪薄くしてパッツンみたいなやつにもうちょっとしたい。久しぶり、お久しぶり、仕事はヘラヘラ、お疲れ、今日も頑張った。前髪、そう前髪のイントネーションおかしいってよく言われる、前髪、うーん、みちみたいな前髪、あ、みちみたいな前髪かわいいよね、でもね、わかる、パッツーンって感じ、でもひな多分結局こうやって分けちゃうからパッツンしてもそう、メシオさん、くまちゃんありがとう、くまくまちゃん前髪を締めしたい、足目ね、こういうやつ絶対似合うよ、パッツン好き、本当に嬉しい、前髪長いね、画面で見てたらなおさらもう明日には綺麗さっぱりになります。つたつさん、くまちゃんありがとう、くま昨日の涙袋そこまで涙袋を映してない、 あ、待って、あきさん、くまちゃんありがとう、くま涙袋の画像はさ、ひなスクショしても流さないでって言ったのに、絶対流さないでって言ったのにみんなすぐ流すみんな流した人、流した人そう、だから今度は流してって言おうと思ってる、そう流してって言ったらみんな流さないかなと思って絶対流してって言ったら もっと流すんでしょ、でもどうしたらいいのじゃあどうしたらいいの本当に振りじゃないってピヨヨヨピヨヨヨ流すよでしょ難しいじゃんか、もううんちゃんから浮気しに来た、あら浮気現場発見そう結局不利なんだよねえ、みんな意地悪してくるでもそういうの好きだよひな流すんかいって、あ、お前も流すんかいってなってた昨日そういうの好きだよでもあ、みさと超信号機さん、くまちゃんありがとう、くまピッポ言うてる、ピッポ言うてるよ、チュンのショールミックのみっちょ、うーん、
今井さん、くまちゃんありがとう。くま、ピンポーンピンポーンピンポーン、治安治安悪いね、外治安悪いね、ピンポン言うてるね。ブンブンは来るかな。ブンブン来ないでほしい。ブンブン嫌い。ブンブン本当に嫌だ。今日聞いて、今日ね、そうお買い物するために歩いてたらね、こうめちゃくちゃもうノリのノリのね音楽が聞こえてきたのも、なんかたまにさすごいさ車でさ爆音を流しながらさ走ってる車あるじゃん、あれがいたの。ちょっとしかも止まってたからね、もうイエーみたいなそうもう なんていう曲が調べたくなる、ああいうの日な何この曲みたいな、何なのこの曲みたいなのがあってね、そう逆にもう何聴いてるのか調べたくなっちゃった日なあの長さんこんにちは、言うと熊広島にいるんや、そう広島にいるんやと思って、山口よくおったんや、山口よくおったんやけど広島で初めて見た日な、そういう人なんかうんいやみたいなすごいミュージックを流してる車に初めて広島にて出会った。今日はそうひなちゃんやっほー、今日初めたやっほー、そうもうなんかオラオラ、そうオラオラ系、そう本当にオラオラ系だった。今日のミュージックが、聞こえてきたミュージックがすごかった。うん、みさと超信号さん、くまちゃんありがとう。くま、そう好きですよ。またあ今日も仕事中頑張ってね、応援してる。うん、みなちゃんじゃいました。お見に来てくれてありがとうね、わっしょいわっしょい。初めて配信を見ました、かわいい、ありがとう、あしゃいましょギブミファイブ爆音で聞きたい、やばいよ、そういうのはダメだしちゃダメなんだよ、迷惑になっちゃうからね。そうそれでもう一個ちょっと面白かったのがね、そのすごい爆音が流れてたのね、その車で。そうそしてね、前方から歩いてくるね男子大学生ぐらいの一人がね、その音楽に乗り始めたのその音楽に乗りながらね、そのダンスがね、なんかね、なんかもうこういうダンスだったの面白かったの、それが。そうニヤニヤしちゃった、ちょっとだけあー充電がないって言われちゃった、今面白い話してたのに充電がないって言われちゃった。あ、午後座長信号機さん、くまちゃんありがとう。くま、ちょっと充電器。あー面白かったなっていう話だよちょっと待ってね、さ押さえとかないと怖い、面白すぎる、おもろくないね。そうミュージックに乗りながら前方から来る男性大学生がこういうダンスしてたね、なんなん本当にそうちょっとニヤニヤしたわ、うん、びっくりした、電話来たかと思った、ごめんね、充電がないって言われちゃった、スマホちゃんに。うーん、乗り下ろすそうだよ、乗りめっちゃいいんだろうなって思う。そう、そして泊まりに寄った男子大学生はめちゃめちゃね、なんか真顔なの真顔の笑いもしない感じで、なんか乗ってんなみたいな感じで見てたのがすごい面白かったじわじわ来るなと思って、そう街で出会ったじわじわ来る人。うーん、それ絶対俺だからもともと多分そういうなんかそういうこといっぱいやる人ってさ、なんか友達も耐久性ついてきて、もうなんか孫じゃんそういう感じなんだろうなってすごい思った。そうじわじわ来るな。
通常なんだね。そう、絶対通常なんだよ、そういうの。大学生の集団より小学生の集団がこれ何するか分からんか小学生の集団よく見るよ、登下校のさ、すごい集団下校みたいなので、すごい、もうすごい、もうちっちゃい子すごいいっぱいいるのもよく見る。そう帰ってんなって。じゃあ今日も可愛い、ありがとう。そう集団大好き、そうなの。カマラさん、カマちゃんありがとう。カマ今来たんごよう。お、お疲れ、仕事終わったよ。そうなんでさ、あの仕事お疲れ様ね。これは本当にカフェオレがついたんじゃないんです。本当にカフェオレでもコーヒーでもチョコレートフォンデュでもないです。世界一可愛い、一番だ。今から勉強に戻る、バイバーイ。人間観察面白い、わかる、人間観察いいのも好き。こんばんは、こんばんは。そう、人間観察好きなんだよね。普通にこうみんなのこと見てる、歩いてる時。みんな姫ピヨ、姫ピヨ好きなぞ。そう、めめしき雷怖い。え、今雷おるの？雷嫌い、ひなも雷来ないで。やっちゃんこんばんは、好きなぞ、好きなぞ、こんばんは。今日誕生日おめでとう、ハッピーバースデー。よかったね、いい誕生日になりましたか。おやすみ、おやすみ。愛知県、愛知県なんだ。へえ、こわ、近いじゃん、まあまあ。こんちなぞ、こんちなぞ、こんち、こんばんなぞ。遠いやろ、遠いか、愛知遠いか、そっか、じゃあ来ないか、よかった、それは嬉しい。よっちおやすみ、またね、おやすみ。愛媛と間違えてたね、ちょっと場所、うん、ごめんね素直だから、うん、ごめん、ちょっと今愛媛と愛知の場所間違えてたわ。うん、そっか。まさかそんなことが起きるなんて、あいつながりやね。色主義バーストモードってない面白い。つさくまちゃんありがとう、くま、くま。のめまし CG のひなちゃんの名前すごいじゃん、いっぱい入ってた、おめでとう、当たり。ノーメーマン、うーん、私たちになっちゃん4枚引いた、すごい、当たり。さすが、みんなちゃんと中よりゲットできましたか。2枚あった、すごい、当たり。写真もサンタシークレットも引いた、すごい、ひなちゃん愛が強いね。ひなちゃん地引きできなかった、残念。あ、写真コンプした、えらいね。ハムハンダ綺麗、あら、ありがとう、これピンよ。あ、のりしおさん、くまちゃんありがとう、くま、くま、こんばんは、こんばんは。
ノーウェーマン0枚。そうなん、買ってない？買って、みんな、ひなちゃんが出てる最強ツインテールだけでいいから買って、 MV フルで見てほしいぞ、見てほしいぞ、みんな、みんな、みんな見たよ、やったね。前髪が重い。タイプ D 買った。お、やった。あ、もう好き突然やね、好き。何、指輪、ひなちゃん、ひなちゃんね、指がね細いっていう事実が判明したんよ最近。そう、セカンドのね、そう、衣装にね、そう、指輪をねつけるみたいな感じだったんだけどね、合うものがなかったの。そう、細いだって、ひなちゃんの指。真実、噛んだ噛んだった、噛んだったよ、真実って真事実言いにくいね。そう、びっくり。うん、だからね、なんていうの、手首につけるブレスネットにした。そう、うん、ブルーで最強ついてるみたい。最強買い方、やった、ありがとう、見てくれて。そう、オレンジアルリビ本当に今度もらうねはーい、シアターちゃん、そう、シアターちゃんインスタのストーリーに載せたよ、見てね。今日3つ動画載せちゃった、シアターちゃんの。そう、時間、あ、本当だ、もう50分だ。じゃあ壇上じゃない、スペシャルギフト読みます、いきます。あ、締め切りますね、スペシャルギフト終了。ゆうちゃん好き、ひなも好きだよ、終了だよ。最強ついてる、お、めっちゃ可愛かった、好き、嬉しい、ひなも好き、嬉しい、最強ついてる褒められるの。最強ついてるポーズ、これもう一個いる、これをこうやってやって、もう一個こうやってやるの、最強ついてるポーズです。それでは行きます、スペシャルギフト。浜地さん、バラありがとう。のりしおさん、スノードームありがとう。スマイルさん、ハートありがとう。ユーキングさん、スノードームありがとう。にゃんとしさん、アイスありがとう。コーキーさん、いいねありがとう。デムニャン、コバンありがとう。ハックン、バラありがとう。はなちゃん、アイスありがとう。スマイルさん、あとありがとう。生徒教頭郎さん、スノードームありがとう。次、平津さん、スノードもありがとう。さえめさん、花束ありがとう。平野ゆうさん、スノードもありがとう。スマイルさん、ハートありがとう。のいしおさん、アイスありがとう。チャート、りさん、アイスありがとう。浜地さん、ハートありがとう。ハートいっぱい。ゆうじんさん、アイスありがとう。うん、ハートいっぱいだね、ハマチさん、ハト、ハト、ハト。にゃんとしさん、スノードームありがとう。のりしおさん、スノードームありがとう。たつさん、スノードームありがとう。ゆうじさん、バラありがとう。のりしおさん、愛さんありがとう。つーさん、スノードームありがとう。いいねもありがとう。あぶてつくん、愛さんありがとう。ちょうたさん、スノードームありがとう。うん、北野いちさん、スノードームとお花の花束ありがとう。斉藤さん、スノードームありがとう。翔太さん、スノードームありがとう。今井さん、スノードームありがとう。りょうさん、スノードームありがとう。今井さん、だるまもありがとう。ほうぽんさん、ハートありがとう。ザッキーさん、ハートありがとう。あいめいさん、愛さんありがとう。ザッキーさん、スノードームありがとう。つめときぼうやさん、だるまありがとう。あまちさんも、だるまありがとう。やんとしさん、ハートありがとう。サメさん、スノードもありがとう。瀬戸市さん、ハートありがとう。アキさん、花束ありがとう。高広高さん、いいねありがとう。ここはひなさん、スノードもありがとう。おしまい。ということで、とても可愛い、ありがとうございます時間経つの早いね。そう、早いからね。こんばんは、可愛い、ありがとう。
壇上読んでいていきたいと思います。いきますよ。あ、危ない。うー、落としちゃった。あ、でも落としても大丈夫な感じ。あ、いける、意外といける。ちょっと下に下げと。あ、まいはちゃんが来てる。まいはちゃんだ。まいはちゃん、あやちゃんだ。あやちゃん、そう、まやちゃんね、そう、すごいひよこのスタンプをね、あの LINE で送ってきてね、え、なんだと思って、そう、見てなかったからね、びっくりして、あれ、なんかひよこいっぱい来てるなと思ったら、まやちゃんでね、そうで、まやちゃん何って聞いたらね、やちゃんかわいいっていうのが来たの。そう、嬉しいよ。まいはちゃん、かわいいって言ってくれるの、まいはちゃん、嬉しいよ。ということで、壇上読むよ、急がないと。13位、にゃにゃとしさん、おめでとうございます。にゃにゃ、今回のセカンドシングルはにゃにゃポーズがいっぱいありますよ。12位、平野雄一さん、おめでとうございます。今日も来てくれてありがとう、ありがとう、嬉しい。今日も会えたね。ジュッジタッキーさん、1月まで会えないけど好きは変わらないの、嬉しい。そういう人が一番好きな人です。ひなも、ありがとう。じゃあ1月まで待ってます。10位、タッツさん、あさっての、お、10列目で細いだけの内輪見つけてほしい。マジで内輪だけはね、本当にいっぱいレッスン送るからね、内輪持ってた方がいいよ、絶対絶対見つけやすいし、そう、いっぱいレッスン送ります。たくさんありがとう。9位、阿部哲くん、12月はひな活しまくる。本当にいっぱい会いに来るの楽しみにしてます。じゃあ会いに来るとき言ってくださいね、待ってるよ、いっぱい待ってるよ。8位、小型超信号機さん、おめでとうございます。信号機、信号機。何してんだろう。はい、おめでとうございます。壇上にいるの初めてな気がする、おめでとう。7位、浜茶さん、姫ピオかわいそう、胸が苦しいそう、愛し合いそう。泣かないで。最終的に泣いてるよ。笑顔、笑顔してください、よろしくお願いします。はい、6位、ガブラさん、お通信失敗しちゃったよ、うん、木曜日コインク、お、見つけます、うちは持ってきてね。楽しみるんるん。5位、サイメイさん、いやー、こんばんみ、こんばんみです。久々です。ありがとう、来てくれてありがとうね、ヘラヘラ。はい、4位、のりしおさん、最強戦隊ひなちゃんの代名詞にゃ、お、嬉しい、いっぱい見てね、フルでもいっぱい聞いてください、見てください、よろしくです。3位、あ、57分急がないと、花ちゃん好きなさすぎて、もう僕はひな以外見えてない、嬉しい、見ちゃダメだからね、ダメだよ。絶対ダメだよ。2位、今井さん、好きなぞ、好きなぞ、かっこ好きなぞ、かっこ。ありがとう。1位、ドゥルルルルルルルパン、翔太さん、おめでとうございます。毎日月が増すばかりで困ってるの、そ、うーん、そんなことに困っていただけるのが嬉しいです、ありがとうございます。 DVD、 そうだ、いっぱい見てね、最強ついてる。はい、じゃあ今日もスペシャルギフト、コメントいっぱいありがとうございます、読めなかった方申し訳ないです。はい、嬉しいです。でもお星様もね、ありがとうございます。今日でね、アイカブのイベントが終わっちゃうんですけど、
そう最後までね皆さんすごい支援していただいてありがとうございますそうちょっと電話してくれた方ありがとうございます。好きな層好きな層そう好きな層ですありがとう。そうそうそう好きな層はいじゃあまた皆さんお会いしましょう。明日は前髪がもうちょっと短くなってるはずですわ。はいありがとうございました。バイバイします。それではバイバイ。また見てね。あれ59分あと1分ある。それじゃあバイバイ。あ STU のメンバーみんなねショールーム頑張ってイベントとか参加しているので、そう頑張ってる子みんなにねお星様とかを投げましょうそんな感じ。あ、しのべもね今月もいっぱいやってるので会いましょう。バイバーイ。おやすみなさい。イエイ。またね。また明日もやると思う。また明日。バイバイ。明日髪型どうしようかな。明日髪型悩む。また見てね。バイバーイ。バイ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 。フォローしてね。フォローしてない方、フォローよろしくお願いします。フォローしてね。フォローしてね。